じゃ、こんにちは、さゆたかさん、はい、続々と各チームの開幕投手が発表されてきました。そうだな、うん、で今発表されているところで言うと、うん、まずセリーグ、はい、巨人が戸郷投手、まあそうだな、はい、まあ戸郷で回すというね、そういうことですよね、はいはい、そして広島が栗投手、はいはい、でセリーグはこの2チームだけですね、まあ、セリーグはそうなんだよ、はいはい、でパリーグなんですけれども、はい、楽天が早川投手、そうだね、大抜擢です。いや大抜擢っていうかそのぐらいの実力があると思うけどね、俺は。あ、もう、はい、でまあ則本投手がね後ろに回ったということもあります、ね、まあそれもあるし、やっぱその中堅どころの筆頭というとさ、うん、やっぱ西川というね、早川庄司じゃまだちょっと早いかなという。そうですね、うん、それはもうやっぱ早川のポテンシャルっていうのは高いものがあるしね、うん、はい、はい、でロッテは小島投手、あ、小島はやっぱりこう安定感のある、はい、まあ、ピッチャーだし、うん、でタフだよね、ローテーション守れるから、うん、だからまあ佐々木朗希っていうのがいるけども、はい、俺はもう今年あたり生かすかなと思ったら、うん、まあそうでもなくね、そうですね、うん、まあだけどそのやっぱり1年間本当にローテーション守れるのはじゃあどっちだって言ったら、うん、まあ小島かなと思う、まあ、信頼度っていうのもそうですよね、はいはい、そして西武がですね、はい、今井投手、はい、高橋光成投手がちょっとあの遅れてるということですね。まあそうだね、はい、うん、まあ、今井でも平でも、うん、高橋光成でもいいよですよね、うん、まあ、論言がさらに論言になってましたね。ああ、そう、はい、本当に、はい、まあそうか、はい、まあいいや論言コンビ、はいはい、で日本ハムが伊藤大海投手、はい、まあ早々にね、うん、あれしたけども、まあ伊藤もな、しっかりしてもらわないと困るしな。そうですね、はい、もうエースということで、まあ そうね、その重責を担うというか、はいはい、でソフトバンクは有原投手になりました、うん、まあ安定感あるよな、はい、まあ、昨年途中から出てきたけども、うん、まあ、非常に安定感があったというね、はいはい、でオリックスはまだ発表されていません、はい、というわけで今日は発表されていない開幕投手をズバリ豊さん予想していただきます。どっちからいく？これまあ、オリックス、流れ的にはオリックスからいくか。そうですね、パリーグはもうここだけなので。そうだな。ちなみにオリックスは、うん、開幕当たるのがソフトバンクで当たります、はい、うん、まあどこと当たっても、うん、誰と投げ合っても対等に投げれる、うん、まあ結構いるけど。いっぱいいますよね。まあ山下俊平ともいますね、はい、はい、山下俊平、宮城投手ではなく、まあ、昨年の大抜擢、はい、うん、ここでやっぱりいい投球したし、はい、今年はまた一回り大きい山下俊平太が見れるという、はい、まあ、それを考えると山下俊平太行くかなっていうような。おお、っていうことは宮城投手はどこで2番手あ、翌日、次の日、翌日裏の表じゃなくて翌日ですか。ああ、違う、じゃあ3、3だから由伸がいた時山本由伸、宮城だった、はい、はい、あ、そのまま守るのか。その流れを山下俊平とは宮城にするかなっていう。はい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 、うん、で意外と2戦目って負けれないから。あ、そうなのか、うん、で各球団のまあエースと言われる今年この人で回すっていう人が頭に来るからね、はい、だからその相当な投げ合いを、うん、耐えなきゃいけない、うん、で、まあ、2番手からだったらある程度次のカードの計算とかいろいろしていくけども、宮城はやっぱりオリックスの中では負けてはいけないピッチャー、はい、まあ、だから山下宮城ってくるかなっていうふうには思うんだよね。なるほど。ちなみに次のカードは、はい、オリックスはベルーナで西武なんですよ、はい、っていうことは裏のローテの一発目には宮城投手ではなく違う投手をおそらく持ってくるだろう。まあ東とかもいるし。うーん、あ、そっかそっか、ね、だから、まあ、そうするかなっていうふうには思うよね。なるほど、うん、じゃあ豊さん的にはやっぱ去年のその実績も踏まえて、はい、山下俊平太投手に開幕を託すと、うん、そうだね、うん、これはやっぱ経験してるのとしてないのではやっぱピッチャー陣に聞くと、うん、やっぱその経験っていうのは生きるというね、はい、でまあ、2年連続ってなると、まあ、2年目っていうのはもっと落ち着いて投げれるかなと、はい、まあ、そんな感じがするけどね、うん、なるほど。じゃあ続いてセリーグいきましょうか、はい、セリーグ、あ、そう、阪神はね本当ね、ずっと言われてますよね、誰になるのかって。まあそうだね、はい、まあ、岡田監督もなかなか言わないんだけども、うん、こういうことが頭に残ってて俺の頭の中に、うん、いやそんなに開幕投手って大事かみたいな、はい、そんなにこだわるかって、うんうん、そら記者の人たちがね、やっぱり名誉なことですから、ね、
ああそうかって。でも本当にシーズン終わって勝ちたいと思えば、うん、3番手4番手で投げた方がいいんじゃないのかって、うん、その方が対戦相手も投手力としたら多少落ちるから、開幕投手よりも、うん、まあ各球団エースを持ってくるっていうけど、俺はなんかって言うから、はい、でも相性も考えて、まあ、巨人との戦いでしょ、はい、まあ、西を持ってきそうな気がするよね。お、西勇輝投手、うん、これみんなやっぱり皆さん考えてるのは村上投手、うん、まあ昨シーズン大活躍してね、 MVP も取りましたし、そうだね、じゃないかと思われているんですが、まあ、うん、まあ、それも考えるけど、はい、まあ、それでもいいかなって、まあ、クライマックスシリーズも日本シリーズも頭でいってるからね、うん、はい、まあ、だけど次の DeNA とか、はい、まあ、いろんなこと考えたら、うん、西の使いどころっていうのはやっぱ巨人戦の相性を考えて、うん、そこに投げさせた方がいいのかなっていう。なるほど。か青柳、あ、ベテランの2人どっちかで来るんじゃないか。そうだね、なんかそんな感じがしてならない。その青柳投手は京セラで投げるよりもこっちで投げてた方がいいですか、巨人戦の。まあ例えば本当の軸ってやっぱ村上であったり伊藤将司であったりだ、才木であったりだとか、まあ、そこら辺なんだよね、はい、だからそこら辺を安定的に投げさすっていうんだったらドームの方がいいのかなっていう、そんな感じがするんだよね。でホームランが出にくい球場、はい、まあ、巨人っていうのはやっぱホームラン打てるバッターが多いし、はい、まあ、そうなってくると甲子園で、うん、まあ、西とか青柳、うん、まあ、一発を食らわないように、はい、そうした方が試合になるかなという。そうか、どうしても京セラの去年の日本シリーズでの青柳投手の抑えてるイメージが京セラでな、はい、あるので、それより甲子園で抑えてるイメージの方が強い。ただ青柳が投げた時に一番心配なのは雨だよ。あ、そっか、雨が十分にありえますよ。そうだ、京セラの開幕は流したくないもん ね、だから京セラの DeNA 戦に持っていったら、まあそれでもいいけどな。まあだけどだからここら辺はベテランで巨人の戦い方を見るとか、うんうん、そういうことにしたいのかなっていう。あ、まあ、巨人もきっともしかしたら村上投手で当ててくるんじゃないかなっていうところから打線組んできたりとかももちろんするでしょうし、まあ そ, うだね、それを裏を書いてと。まあ、俺は別に裏を書いてるつもりはないんだけど、でも相性的にはやっぱ西っていうのは巨人戦にいいっていう、あ、すごくいい相性があるっていうのが頭にあるかな、うん、これ例えば才木投手説も出てるんですけれども、才木、まあ、でもいいよね、うん、いや誰が投げてもいいんだよあそこは。まあそうですね、あそこは誰が投げてもいいんだけども、うん、まあ、岡田監督の頭の中に本当に軸となって、まあベテランだから途中で休んだりとかも、うん、西とかね、はい、青柳とか、うん、休養を与える可能性もあるし、うん、まあ、そうじゃなくてやっぱ安定的にずっと回ってくれるっていうのはやっぱ西であったり佐伯であったり、うん、伊藤将司であったりっていうことを考えると、あの相性を考えて最初は西を持ってくるかなと。なるほど。あとやっぱ面白い記事であったのが、その火曜日始まりで3連戦になるじゃないですか。ちょっとやっぱり火曜日の頭にエースを持ってきたい、これ金曜日に村上投手を持ってきてしまうとずっと金曜日にはまってしまう。なのでおそらくその次のカードの火曜日の頭から、火曜日の頭っていうのは6連戦始まるじゃない、はい、やっぱ勝ちからスタートしたいんだよね。ああ、そうかそうか。だからまあそこら辺はやっぱ勝てるピッチャーを持ってきたいっていうのは分かるよね。なるほど。ということは村上投手以外の投手が開幕投手を務める可能性も高いと思うっていうことなんですね、はい、分かりました。さあ DeNA です。 DeNA は広島との対戦でしょ。そうですか。まあやっぱり東を持ってくるかなという感じがするよね。まあ去年のあの活躍を見ても文句なしですよね。まあ、文句ないよな。はい、だからここまあ大貫節とか、うん、まあいろいろあるけども、はい、やっぱり東を持ってくると思うよ今年は。そうですね、滑り込んでバウアー取ったからバウアーってことはないですもんね。それは絶対ない。あったら許さんよ。あったら許さない。ただやっぱ裏ローテの一番手、うん、でもずっと回ってもらうとかね、まあ、そういうことは考えるけども、やっぱ開幕にはちょっとどう使いにくいだろう。いやちょっとね反対が出ますよね、異論が。東ががっくりきちゃうから、やっぱ、ね、ピッチャーとしたらやっぱ開幕として1回ぐらいはやりたいみたいな。いやそりゃそうですよね、うん、だからまあ昨年の実績とか考えると、うん、まあ、東でいいんだよ。はい、続いてヤクルトです。ヤクルトと中日が当たるんですけれども、はい、どちらも先発開幕決まってません。はい、これ神宮だよね、はい、うん、小川かなと思うよね、うん、安定感あるし。そうですよね、うん、まだまだやっぱりヤクルトをね引っ
張っていかなきゃいけないピッチャーだし、はい、だから小川でいいのかなっていう感じがするよね。まあ、高橋奎二とかもね、非常に今年まっすぐも走ってるし、うん、まあいいかなとは思うんだけども、やっぱ安定という意味ではやっぱ小川かなという感じがするね。そうですね。それとまあ強いよね、うん、体もタフですね、うん、だから故障しないしさ、はい、ローテーションを守ってくれるという意味では、うん、まあ小川で、はい、はい、いきますか。さあ対する中日ですけれども、迷ったな、そこですよね、どうするか。バンテリンでやれば、はい、開幕をね、うん、俺大野を持ってきたんじゃないかなっていう感じがする。なるほど、それはどうして。やっぱ怪我明けだし、うん、気象条件に左右されない、うん、で安定的な気温を保てるという、うん、まあ、そこら辺でやっぱ大野をね投げさせたいという、うん、だから裏の一番手が大野かなっていうふうには考え、そうですね、裏の一番手が巨人とバンテリンでやるので、うん、そうそうそう、その頭に大野雄大投手を。だからその神宮でやる開幕戦、うん、初戦は柳かなという、これ高橋宏斗投手もいますし、ちょっとまあ今小笠原投手現時点でちょっとね調整あれですけども、ここは何柳でダメか。いや、いいんですよ、いいんですよ。いやいや、小笠原っていうのも考えたんだけども、うん、ちょっと状態的にどうなのかなっていう、うんうん、まあ、この前 の、 そのヤクルト戦でも村上一発食らったし、はい、だからちょっとイメージ的にはあんまり良くないよね、うん、で、まあ、柳がどんな条件でも安定した力を出してくれるっていうのは、うん、まあ、柳かなっていう感じがするよね、うん、高橋宏斗投手ではないというのは。高橋宏斗は俺は巨人戦の大野の次に行くのかなっていう、あ、そこ。じゃあ根尾投手はどこで来るんですか。根尾はだから、まあ、例えばローテーションに入ってたとしたら、うん、あの神宮の3戦目に持ってくる可能性。大きいの日曜日っていうことですね。そうそうそう、そうすると、あ、なるほど。分からんよ俺分からんけどだから俺だったらそうする。うん、もし入ってこれたらですよね、うん、残れたら。だからカチカチで来て、うん、ネオで、うん、まあ、プレッシャーがあんまない、うん、まあ、負けてもいいってみたいな、うん、まあ、そういう状況を作れればいいんだけどね。2勝1敗で帰れたら開幕カードは敵地で、うん、御の字だって考えると、はい、まあ、3戦目にネオ、うん、まあ、柳が勝つね、そうだな。外国人が2番手に来るかもわからんな、うん、ああそういうことか。まあ、そう考えるとネオが3番手にもう使っとこうか。そうですね。で、巨人の頭が小野雄大投手、高橋宏と梅津とか、はいはい、まあ、結構いるんだよ。結構いるんだよ。結構いる。そうですね。やっぱね、昔の人ってあの巨人戦に負けたくないっていうのがまあ結構まだねあるんじゃないかなっていうの気がするんだよね。あ、まあ、ね、恥をかきたくない。でまた地元でやるしさ、はい、うん、そうですね、バンテリンだしっていう。だから仮に神宮で1勝2敗で帰ったとしても、うん、バンテリンで少なくとも2勝1敗にすれば、うん、まあ、5割保てるという、はい、そうですね、まあ、そこからのスタートだって考えると、うん、そういうふうに考える方が自然かなっていう思うけどね。なるほど、まあ、近日中にね、もしかしたらこの動画が出てる時にもうね発表されるかもしれないですし、ほぼ当たってると思う。お初めて またコメント欄が荒れるんだよ、ね、あれお前の言うこと当てんだんだよ分かってんだよ俺も分かんないから。そうですよそうそうそう、蓋開けてみないとね、確かに分からない。いやだけど予想とするとそういう考え方をしてくるかなっていうふうには思うんだよね、うんうん、まあ全部遠からずで多分当たってるような気しますね。そうだろう、うん、説得力があるだろう、うん、阪神がどうだかっていうところですよ。阪神はね難しいと思うけど、うんうん、まあ西でも俺は全然いいと思う、うん、西勇輝投手でもいいと。はい、まあ、阪神巨人もまた注目されるカードですからね。まあそうだな、うん、ただやっぱり岡田監督っていうのは数字も大事にするし、はい、ファンも大切にするんだよな、うんうん、そしたら青柳っていう可能性もあるよね生え抜きの。ああでも雨がね、まあまあそうそうそう、あ雨は関係ないのか、うん、そうだ、うん、ドームだから。あ、そうだよ。そうですよね。あ、じゃあ十分ありえますよね。そうだな。うん、やっぱり西と青柳が来られるとやっぱり巨人も嫌だぞ。嫌ですか。やっぱベテランで、うん、やっぱ両方ともコーナーをついてくる、はい、落としてくる、うん、嫌だと思うよ。まあ百戦錬磨ですからね。そう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 、この2人はあのぜひねこれ全部当たったらコメント欄に豊さんを本当に褒めてあげるコメントをお願いします。お褒められると弱いから。で泣いちゃうし、褒められると伸びるタイプなので。そうなんです。ぜひあのプラスのコメント待ってます。最近伸び悩んでるからちょっともうちょっと褒めてくれないとさお願いします。はい。